ました。みんな、どうしてわかったの？ソミはヤギ座でしょ？さあ、願い事をして。あの星占いより叶えますように。ソミ、お前なのか。普段はよく窓を開けてそこに腰掛けて、ただ通りの音に耳を澄ましてた。街の営みの音、わかるでしょ？心が落ち着くの。今はもう何も聞こえないし感じない。何もよ、あなたは。どうだろうな。なんというか、ビジョンのような幻影を見た。幻影？お前の過去を見た。リードとマイヤーズもいたぞ。覚えてないのか？いえ、ブラックウォールが私を壊すから。無が広がっていく。記憶が次々と失われていく。私には何も残らない。ソミ、ついさっきラボで、確かにあの機械が。俺はてっきりお前が助けてくれたのか。ここには時空を超えてあなたを助けた私と、あなたと話してる私が同時に存在している。ここはどこなんだ？ブルックリンの私の部屋。前に話したの覚えてる？ソミ、ここはまだバンカーの中だ。これは現実じゃない。私はたくさんひどい間違いを犯した。でもここではそんなことは全て関係なかった。ここが私にとっての最後の希望だったのに、それを奪うのね。どうして？ソミ、俺はあの時は正しい判断をしたつもりだった。正しい？誰にとって？あなた、リード、全員にとってだ。ウィンウィンは存在しない。まして三者の間では。時に正しく勇敢な選択はあなたにとって利己的な選択になりうる。すまない、ソミ。本当だ。どうしたら力になれる？自分のしたことや払った代償は理解してる。でもあなたにはわからないでしょう。私がどれほど悔やみ苦しんでるか。ソミ、ソミ、つまらないのはあなただけよ。だって
いてるよ。おいソミ、こっちは3日も連絡してたんだぞ。心配しないで、順調だから。あ？どこがだよ。先週だって椅子に座ったまま気失ってたろ。熱暴走で倒れないよう付きっきりだったんだぞ。誰も頼んでないけどね。おい、本気で言ってんのか。聞いて、新しい仕事が入ったの。でかい仕事よ。うまくいけば歴史に名が残る。だから今は集中させて、考えるための時間と場所がいる。最近はすぐそれだ。俺たちはどうなるんだよ。いや、もういい。好きにしろよ。負けた。そうでしょう。やったこと、人を傷つけたこと、全部無意味だった。全く何の意味もなかったの。ソミ、俺も必死に生きようとしてる。誰だって道は誤るし、迷うことだってある。砕け散った命のかけらを拾い集めて繋ぎ合わせるの、意味を求めてね。まだ避けられる最悪の結末だけは。リー、ごめんなさい。私、その何でしょう。私はどこへも行かない。家や友達を捨ててあんたと行けって。大事なものを全部捨てて。その先にあるものの方がよほど重要だ。ああそう、お断りを。よく考えろ。ネットウォッチがここに来たら、お前を信じ大事にしてくれた人たちはどうなる。機材を買ったのは誰か。カフェのサブネットを使わせたのは誰か。全て明るみに出る。いや、お前自身や友人を守りたければ他に方法はない。彼らが傷つくのは嫌だろ。私を脅そうっていうの。見くびらないで。何が正解かは理解してるはず。あとは本人が受け入れるだけだ。前に進み続けることが安心につながると思ってた。でも過去を見るべきだったのよ。何度も味わった何かを失う経験を。私は間違いをたくさん犯した。数えきれないほど。誰だって間違いは犯す。俺だってそう。数えきれないくらいだ。取り返しのつかないものもある。なんだ、それでもう諦めて戦うのをやめるっていうのか。過去は変えられないんだ、ソミ。背を向けて置いていくべき記憶もある。死ぬ時に記憶に慰められるって本当なのね。死なせはしないさ、ソミ。ここを出るんだ。一緒にな。ありがとう。この瞬間だけは覚えておく。これだけは。この部屋、大切な友達のこと。全てが闇に包まれる前の最後の一瞬に、一人じゃなかったと思える。ブラックウォールよ。時間はない。ソミ、どうすれば。コアにいる。私を探して、助け出して。もう一度だけ。
通信遮断は解除された。今はそっちへ向かう。ソミも一緒か。生きてるよ。よし、目を離すな。俺もすぐに救う。ソミを助けるぞ。直すチャンスなんてなかったでしょ。まだ終わりじゃない。もう少しの辛抱だ。それは嘘。顔を見ればわかる。ソミ、意識が薄れてく。手を貸して。ソミ、でも自分でやる。力が残ってない。お願い、終わらせて。いいか、俺たちには神経マトリックスがある。それで、それを使って治療するんだ。二人ともきっと助かる。手をくれよ。私はもうブラックホールに蝕まれすぎた。死がただ一つの希望、それしかない。お願い、ピー。ソミ、それじゃダメだ。何も解決しない。他に手はないの。お願いよ、ピー。ダメだ、それはできない。俺には神経マトリックスが必要なんだ。私が死んでから使えばいいでしょ。お願い。ソミ、本当にすまない。お前を生きて連れ戻すことが FIA との取引条件なんだ。そうするしかない。どうして？死ぬよりも残酷な運命、そんなのが。ソミ、もう大丈夫だ。安心しろ、これで休めるぞ。手を貸せ。起きたことについて話をするか。
俺たちは正しいことをした。彼女も助かる。だが同じ光景が頭を離れない。まるで脳に焼き付いたように。ブルックリンを立つ時の車内の光景だ。ソミは一度も後ろを振り返ろうとしなかった。あいつは涙一つ流さずこう言ったんだ。あんたに命を救われたわねと。強がりだ。本心じゃない。その時お前はソミを救った。今回もまたそうなるといいな。ソミと俺は同じ境遇にある。もう時間がない。 FIA の力を信じるしかないんだ。そうだな。早く。今すぐ助けが必要だとわからないのか。ソミを抱えてくれ。分かった。ここに下ろしてください。慎重に。安全を確保。着陸準備よし。大丈夫だ、ソミ。助けてやる。安心しろ。丁重に扱え。大統領が話があるそうだ。立ち入り禁止です。お久しぶりです、大統領。ああ、おめでとう。作戦は成功だったな。誓いは立ててもらったが、儀式は単なる象徴に過ぎない。だからこそ感心している。命を懸けてまで我が国に尽くしてくれたのだからな。これは予想外だな。協力に感謝する、ビー。この恩は忘れない。本当に助けられるのか。ソミにはこの大陸で一番の医療環境を用意し、治療に専念してもらう。約束だぞ、ロザリンド。貴様らはソミの命を救った。どうやって報いることができるか考えよう。どうも。俺が聞きたかったのはその話だけだ。だろうな。勲章はもちろんシンボルに過ぎない。もっと実用的な報酬も用意している。詳細はリードから聞くといい。ソミが回復したら知らせてくれるか。心配ない。回復する。
ああ、なんか連絡してくれるか、話がしたいんだ。悪いがそれはできない。これまでのやり取りは全て最重要機密扱いとなるからな。会うのがリードでよかった。あんたと関わるのはもうごめんだからな。少しは感謝の示し方を学ぶんだな。いずれにせよ幸運を。常に見ているからな。大丈夫か？出発できます。ソミに聞かれたことがある。もし自分がしくじっても味方してくれるかと。当然だと答えたよ。ソミは信じなかった。微笑んで首を振ってはいたが、信じてないのは明らかだった。それから彼女はこう言ったよ。あなたに雇われて私は友達をみんな失った。だからあなたは敵にならないで、それだけはお願いとな。俺を信じなかった彼女は正しかったんだろうか。俺は約束を守った。暑いな。ソミも同じ勲章を受け取った。初任務の後にな。あいつはそれをホームレスに渡したんだ。そいつは勲章をジャケットに留め、さらに小銭をせびった。どうしてこうなってしまったんだろうな。ソミらしい話じゃないか。予測不能で強情なとこが。いつだって自分が決めた道だけを歩んだ。行き先が分かっていればよかったが。約束を果たすには数日の準備が必要だ。それは構わないな。ああ、数日なら生き延びられるだろう。大統領からいただいた勲章とコインは決して後悔の象徴ではないぞ。誤解しないでほしいんだが、俺も誰かにやるかもしれない。それか売ってもいい。脳みそを直したら金が必要になるからな。お前のものだ。好きにすればいい。帰れるぞ、ソミ。しばしの。なあ、 FIA のゴタゴタに巻き込まれて以来、うまく言葉にできない妙な感覚があったんだ。俺の内面を蝕む恐怖がどんどん声を大きくして叫んでやがる。今すぐできる限り遠くまで逃げろとな。その正体がやっと分かった気がする。過去からの亡霊がまとわりついてくるとか。諦めの悪いクズどもがな。物語ってのは常にハッピーエンドばかりとは限らない。永久に答えの見つからない問いが残ることだってある。そういう疑問は死ぬまで一生つきまとうんだ。はあ、そうみたいだな。真実だ。結末を迎えたんだ。気にしても仕方ない。実はまだ続いていたとしたら。過去は過去、過ぎたことは
そっとしておけばいい。何にしたっていつもろくなことにならねえな。最初はサブロー、それからヨリノブ、今度はマイヤーズにソングバード。お前は本当に危険に飛び込むのが好きなやつだ。で、全てを終えて今回の結果についてはどう思ってるんだ？ソミが死ぬべき理由はなかった。正しいことをしただけだ。お前自身にとって、あの女にとって、それとも俺か？ソミはきっと回復する。それが求めている結末だ。ええ、何の根拠があるんだ？お前の言葉はガランド、空っぽだよ。ま、勲章はもらえた。慰めの一つも言えなくて悪かったな。だがソングバードやリードのことを考えてみると、この俺がなぜあんな人生を送ったのかも分かってきた。一度戦争から逃げた俺がどうして荒坂に戦争を仕掛けたのか、なぜケリーのことを腰抜けと罵り続けたのか、俺がまだリードの野郎に同情できる理由がようやく分かった気がする。俺たちはそっくりなのさ。大義を掲げて戦う理想主義者、そのせいで周りの人間が犠牲になることに気づいちゃいねえ。唯一の違いは奴が体制側の人間で、その原理を心の底から信じてるってことだ。理想を追い求める者と単に夢を見てる世間知らずの差は紙一重だがな。お前たちは全然似てない。リードはソミを救うために手を尽くした。自分自身さえ犠牲にしてな。だがお前は。俺は結局理想を追ってたわけじゃなかった。俺は生きることから逃げてたんだ。で、今も逃げてるのか？今も息はしてる、一応な。だが何のためかは分からん。理由は自分で見つけるしかない。まずは鏡に映った自分でも見てみるか。気に食わない顔が映ってるんだろうな。よし、話はこれくらいで十分だろう。なあ、話せてよかった。ジョニー、お前も変わったな。いい意味でか？それはいずれわかる。もう行こう。ソミ、間に合わなかった。
残念だ、リード。ああ、彼女を運び出そう。ああ、行くぞ。ずっと無口だが大丈夫か。かける言葉が見つからない。あそこで起きたことについて考えてるんだろう。話してみるか。何を考えてるかって、俺が先にたどり着けなかった、それを悔やんでるんだ。リード、俺が先にソミの元へ行くべきだった、お前ではなく。俺があいつの目を見て話を聞き、命を捨てると言われたとしたら、きっと説得できたはずだ。本気で言ってるのか。誰のせいでもない。よせ、それ以上言うな。ソミが選んだ道だ、その事実は変わらない。本当にそうだと言い切れないだろう。お前にはどうすることもできなかった。お前のせいじゃない。なあ、心配すんな。俺は最後までお前に付き合うよ。ここで車を降りてください。リード、FIA エージェントのテリーだ。部下に遺体を運ばせる。いや、B、ソミを運んでくれるか。頼む。俺がやる。こちらに。丁重に扱え。大統領が話があるそうだ。こんな結果になって握手なんかできない。責められるべきは貴様自身であって私ではない。ソミはあんたのせいで死んだ。あんたがブラックウォールの向こうに追い立てなければ一線を越えずに済んだんだ。私は好きでドッグタウンを引きずり回されたわけでもなければ、この手で死なせてもいない。そんなこともわからんか。ソミはあんたの手に落ちるより死を選んだ。分かってるんだろう。死は答えになり得ない。私は多くの死を見てきた。私が同じ立場なら生きる道を選ぶ。でもソミはあんたじゃない。それは貴様にも言えることだろう。作り笑いに心のこもっていない言葉、偉そうな態度、再選するのも納得だな。結局あんたにとっては政治が全てだろ。誰に口を聞いているのか分かってるんだろうな。さあ、誰なんだ。ともかく貴様の協力は認めよう。新合衆国への力添えに感謝する。ロザリンド、待て。で、報酬は？
助けてくれるって約束だったよな。ソミを生きて連れ戻すことが条件だったはずだ。その目的を果たせなかった貴様になぜ我々が手を貸さなければならない。シン合衆国に与えた損失について償いを求めてもいいぐらいだ。しかし我が国は懐が広い。報酬については、出発できます。ソミに聞かれたことがある。もし自分がしくじっても味方してくれるかと。当然だと答えたよ。ソミは信じなかった。微笑んで首を振ってはいたが、信じてないのは明らかだった。彼女はこう言ったよ。私は友達をみんな失った。だからあなたは敵にならないで、それだけはお願いと。俺は味方でいてやれたのか。代償払えと彼女を裏切った。ああ、しかもこれが初めてじゃない。そうだ。だがソミはそれで救われた。おかげで誰のものでもなく自分の道を選べたんだ。いつも自分の道を突っ走ってた。くそ、まさかその先が断崖絶壁だったとはな。リード、俺も同じくらいソミのことを知った。もし話したかったら。そろそろナイトシティに帰るんだな。ゴタゴタに巻き込まれて以来、うまく言葉にできない妙な感覚があったんだ。俺の内面を蝕む恐怖がどんどん声を大きくして叫んでやがる。今すぐできる限り遠くまで逃げろとな。その正体がやっと分かった気がする。当ててやる。俺は初めから全部分かってた。並外れたロッカーボーイの直感だとか言いたいんだろ。そんなのは当たり前すぎて今更言うまでもないだろう。物語ってのは常にハッピーエンドばかりとは限らない。永久に答えの見つからない問いが残ることだってある。そういう疑問は死ぬまで一生つきまとうんだ。ああ、そうみたいだな。真実だ。人生ではいろんな人に出会う。時にそいつらはクソみたいに疑問を垂れ流していく。そんなもんだろう。真実が含まれることもあれば、そうじゃないこともある。忘れるしかないんだ。他に方法はない。何にしたっていつもろくなことにならねえな。最初はサブロー、それからヨリノブ、今度はマイヤーズにソングバード。
お前は本当に危険に飛び込むのが好きなやつだ。で、全てを終えて今回の結果についてはどう思ってるんだ？ソミの望みを叶えてあげただけだ。間違ってたって言いたいのか？間違ってたとは思わないが、ま、他に救う方法があったんじゃないかって悩まなきゃいけないのは俺じゃない。もういい、やめろ。慰めの一つも言えなくて悪かったな。だがソングバードやリードのことを考えてみると、この俺がなぜあんな人生を送ったのかも分かってきた。一度戦争から逃げた俺がどうして荒坂に戦争を仕掛けたのか、なぜケリーのことを腰抜けと罵り続けたのか、俺がなぜリードのやつを信用できなかったか、ようやく分かったよ。あいつは俺とそっくりなんだ。理想主義者。そしてその信念が周りの人間を食い散らかすってことに気づいちゃいねえ。だが一つ違うとこがある。俺と違ってやつは最後までやり遂げた。代償もクソもねえ。そこは認めてやる。確かに俺もお前とリードには共通点が多いと思ってた。だが理想と向き合うにしてもいろんな方法があるはずだ。ソミを救うために手を尽くしたリードはいずれ彼女の死も受け入れられる。だがお前は。俺は結局理想を追ってたわけじゃなかった。俺は生きることから逃げてたんだ。で、今も逃げてるのか？今も息はしてる、一応な。だが何のためかは分からん。理想は捨てたのかよ、ここに来て今さら。ただ理解しただけだ。俺たちが信じる全ての裏側には向き合いたくない醜い真実がある。よし、話はこれくらいで十分だろう。お前の口からそういう考えや感情が出てくるとはな。俺のことを知ったような口を聞くじゃねえか。別にそういうわけじゃない。ただいけすかないロッカーボーイの中に繊細な男がいたんだなって。ふざけやがって。